アメリは2001年4月に公開されたフランス映画パリモン・マルトルを舞台にパリジャンの日常を描きフランスで国民的大ヒットを記録したキャッチコピーは幸せになるストーリーや映像美術に愛らしさが溢れる一方ジャンピエール・ジュネ監督らしいブラックユーモアや奇妙な人間像コミュニケーション不全の問題も描かれている モンマルトルの象徴として劇中に登場する、サクレクールジン・レーモンが模写している、船遊びをする、人々の昼食神経質な元教師の母親アマンデイヌと、冷淡な元軍医の父親、ラファエルを持つアメリはあまり構ってもらえず、両親との身体接触は父親による彼女の心臓検査値だけだった。いつも父親に触れてもらうのを望んでいたが、あまりに稀なことなので、 アメリは検査のたびに心臓が高揚するほどだった。そんなアメリの心音を聞き、心臓に障害があると勘違いした父親は学校に登校させず、アメリの周りから子供たちを遠ざけてしまう。やがてアメリは母親を事故で亡くし、孤独の中で想像力の豊かな、しかし周囲と満足なコミュニケーションが取れない不器用な少女に育っていた。 そのまま成長して22歳となったアメリは実家を出てアパートに住みモンマルトルにある元サーカス団員経営のカフェカフェデルムーランで働き始める彼女はクレームブリュレの表面をスプーンで割るサンマルタン運河で石を投げ水切りをするこの瞬間にパリで何人が達したか妄想するなどささやかな一人遊びと空想にふける毎日を送っていたある日自宅で ダイアナヒ事故死のニュースを目にしたアメリは驚いた表紙に持っていた化粧水亀の蓋を落としてしまい転がった先のバスルームのタイルの中から小さな箱を発見する中に入っていた子供の宝物を持ち主に返そうとした彼女は探偵の真似事をして前の住人を探しついに持ち主のブルト堂にたどり着く箱を返して喜ばれたことで初めて世界と調和が取れた気がしたアメリは 人を幸せにすることに喜びを乱すようになった。そして、アメリは、実家にある庭の人形を父親に、内緒で、世界旅行させ、父親に、旅の楽しさを思い出させたり、不倫相手と駆け落ちした夫を思い続ける。女性マドレーヌには、夫の過去の手紙を捏造して幸せな気持ちにさせたり、時には、意地悪な人間を懲らしめるために、 固く侵入もするなど、手段を選ばぬ小さないたずらで、周囲の人々を幸せな気分にさせて楽しむ。しかしそれとは裏腹。ところが彼女にも気になる男性が現れた。スピード写真のボックス下に捨てられた他人の、証明写真を収集する趣味を持つニノである。他人を幸せにしてきたアメリだったが、気持ちをどう切り出して良いのかわからず、自分が幸せになる方法を見つけられない。 ニノの置き忘れた照明写真コレクションアルバムを手に入れた彼女はこれを返すことで彼に近づこうとする。しかしストレートに切り出す勇気のないアメリは宝探しじみた謎のメッセージをニノに送る。ニノはアルバムを探してモンマルトルの丘をウォーサーをアメリはアルバムを返した代わりに出会うチャンスを逃してしまった。どうしてもニノの前に出ることができない彼女に 想像上の友人である部屋の置物たちや、アメリを見守ってきたアパートの同居人レイモンらが、思い切ってぶつかっても自分が砕けてしまうことはないと、背中を押す。一方、ニノはアルバムに入っていたメッセージの送り主の写真を頼りに、アメリを探して回り、アメリのばらまいたヒントをたどって、彼女のアパートにたどり着く、ストレートに他人と向き合うことのなかったアメリはついに、ドアを開け、ニノを迎え入れる。 父はまた新しい旅に踏み出した。周囲の人々の生活も少しずつ変化し、またついたちが巡っていく。そんなパリの街並みの中をアメリはニノのバイクの鉱石に乗りかけ抜けていくのだった。当初はアメリ役にエミリー・ワトソンを想定して脚本が書かれたが、彼女が妊娠によって降板したため、踊れへととニ役が回ってきた。 アメリの実家はパリ市北部にあるという設定で、作中でも八百屋の小僧を演じるジャメル・ドゥ・ブーズはモロッコ系であり、またアメリがパリ北駅で電車から降りた後黒人に声をかけられるシーンが描かれている。映画の中でアメリの部屋に飾ってある絵のほとんどがミヒャイルズ・オーバーの作品である。日本では当時低予算の B 級映画を専門としていたアルバトロスが配給。 シナリオの段階で判断したため、ゲテモの映画と間違い同社の金井俊太郎が購入したが、結果的に興業収入16億円を突破する同社で初めての大ヒット作品となり、それ以降同社がアート作品を配給するきっかけとなったフランス映画の中で国際的なヒットを記録している。戦術の通りパリの中でも移民の多い地区を舞台にしていながら、劇中には 黒人やアラブ系の人々の登場が極めて少ない。そのため、偏ったフランス社会の描写だという批判が、サハ系新聞として有名なリベラシオン氏に掲載された。DVD の特典映像として、この批判に対する監督の回答が収録されている。映画をもとにしたミュージカルは、2015年9月11日から10月4日まで、 アメリカカリフォルニア州のバークレイレパートリーシアターで上演された。演出はパム・マッキノン。脚本はクレイ・グルーカス。音楽はダン・メッセ。作詞はネイサン・タイゼンが担当。主演はサマンサ・サバークスが務めた。2017年にはブロードウェイにおいてフィリッパスーを主演として上演された。演出はパム・マッキノン。脚本はクレイ・グルーカス。音楽はダン・メッセ。作詞は ダンメッセとネイサン大戦が担当。日本版も2018年5月から6月にかけて、東京と大阪で上演されることが決定し、演出は小玉秋子、主演に渡辺真由が起用されることが2018年1月に発表された。渡辺は初のミュージカル作品出演となる。上演日程キャストなお、ブロードウェイ版の役名を併記している。スタッフ主催及び企画。 制作アメリに関するカテゴリー、ありがとうございます。